手まといにならないでしょ。世界を壊してしまう何か、それを探しているの、多分。そう、だから急がないといけないの。でも、だからこそたくさん探索に出て、いろんなものと出会わなきゃいけないんだ。私は、この世界を守らなきゃならないから。というか、私のことよりも、キリトはクリアのために頑張ってるんだよね。だったらさ、パーティーのメンバーもよく考えてさ、何？キリトにはもっと強力で頼りになるお姉さんの助っ人が必要だと思う。ダメだよキリト、今で満足だなんて間違っていると思う。だって、私が活躍できちゃうくらいなんだもん。もっと、パーティーとしてのバランスも必要だし、一人一人、ソロでの強さにももっとこだわらなきゃ。具体的に言うと、シノンはたくさんパワーをつけて、もっと重い斧とかで直接戦うべきね。私は射撃が主体だから、接近戦闘は考えていないわ。重い武器を扱えることは必要かもしれないけど、武器の種類まで変える必要はないんじゃない？でも、遠くから狙っているうちに、すっごく速い敵がキリトに接近して、一撃必殺したら、それで終わりだよ。だけならそれもあるけど、事実上キリトがそんな目に遭うとは思えないけど。そうか。でも安全性は大事だと思うんだよな。キリトのパートナーとして戦うわけでしょ。かっこよさも必要だし。そもそも、キリトと釣り合うパートナーじゃないとね。
それには私みたいなメリハリの効いた体が必要だし。特に母性の象徴でありつつ、女の子の魅力を引き立てる胸の大きさが大切だと思うんだよね。そんなの戦闘には関係ないでしょ。ここで戦ってるわけじゃないんだから。まあでもキリトに一番お似合いで役に立っているのはやっぱ私かな。先に進もう。ここでお別れ。うん、少しは前に進めたかなって思うから今日はそれでいい。行かせちゃっていいの？いよいよか。そうね。
と、ちょっと用事思い出しちゃった。今日はここでお別れ。うん、少しは前に進めたかなって思うから、今日はそれでいい。またね。いよいよか。よし。ちょっと用事思い出しちゃった。今日はここでお別れ。うん、少しは前に進めたかなって思うから、今日はそれでいい。
丈夫だよ。ありがとう。じゃあまたね。いよいよか。足手まといにならないでしょ。この世界を壊してしまう何か、それを探しているの、多分。急がないといけないの。うん。でもだからこそたくさん探索に出て、いろんなものと出会わなきゃいけないんだ。私はこの世界を守らなきゃならないから。というか、
私のことよりも。キリトはクリアのために頑張ってるんだよね。だったらさ、パーティーのメンバーもよく考えてさ。キリトにはもっと強力で頼りになるお姉さんの助っ人が必要だと思う。ダメだよキリト、今で満足だなんて間違っていると思う。だって私が活躍できちゃうくらいなんだもん。もっとパーティーとしてのバランスも必要だし、一人一人ソロでの強さにももっとこだわらなきゃ。それに、なんていうのかな、キリトと釣り合うかっこよさも欲しいな。私のようなメリハリのある体、特に女の子の魅力を引き立てる胸の大きさは重要ね。キリトの隣に立つ資格はないわね。用事思い出しちゃった。今日はここでお別れ。うん、少しは前に進めたかなって思うから、今日はそれでいい。ありがとう。じゃあまたね。いよいよか。行くぞ。